ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ東京より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただくお車がベントレーコンチネンタル GT ファーストエディションをご紹介させていただきます。地賀さん、はい、デジャブですか？デジャブなんですよ実は、はいはい、実は1年前にちょうど色違いを本当はやってたんですよね、はい、まあそれはファーストエディションじゃなかったんですけども、フルオプション一度ご紹介させていただこうかなっていうところで動画も作ったんですけど、作ったんですよ。ちょっと残念ながら諸事情によりお蔵入りということで。そうなんです、はいはい、なんでちょっと僕のリアクション薄めになっちゃうかもしれないですけど、ひどいですね、はい、ちょっと今回こんな車をご紹介させていただきます、はいはい、でファーストエディションってことは、うん、まあ、出た年の、はい、そうですね、最初を記念してというか。そうです。で、まあ、いろいろ盛りだくさんな内容の、はい、まあ、お車ということで、はいはい、じゃあちょっと外観から見ていきたいところなんですけど、はい、外観もう黒がなんかすごいですね、はい、なんか普通の車の黒となんか深みが全然違いません？全然違いますね。なんかさすがベントレーって感じの。そうですね、はい、そしてまたこのにじみ出る高級感にマッチしてますよね、はい、バッチリです、はい、そして前回りは、うん、まあ、先代ちょうど後ろに止まってるんですけども、はい、かなりスタイリッシュになりましたよね、うん、だいぶ変わりましたね。ちょっとシャープな顔つきになって。そうですね、はい、ライト周りの衣装なんかもガラッと変えて、はい、ただ全体的 なんかイメージとしてはなんか継承してますよね、うん、そうですね。ライトのその異形のヘッドライトだったりとか、そのグリルの大きいこの上と下ロアの部分とアッパーのグリルの部分ですね。この辺は。そしてこの辺のグリルなんかも高級感が、うん、普通素地じゃないですか、はい、そうですね、はい、ただちょっとこれ どうなってるんですかこれ。クロームっていうんですかね、はい、ちょっとブラッククロームみたいな。そうそう、そんな感じです。そんな感じのフィニッシュになってる、はい、でヘッドライトはこれちょっと僕前回も多分同じこと言ってるんですけど、はい、バカラログラスっぽいななんて思ったら、はい、なんかそのガラスのクリスタルカットの技術をなんかモチーフにしてるんだかオマージュしてるんだかのヘッドライトらしいですよね。なるほど、はい、うん、だからバカラのグラスっぽいっていう、こう確かにね、そう言われるとそうですね、っていうのはもう遠からずも、うん、当たらずとも遠からずみたいな、そんな感じらしいです。なるほど。ちょっとおしゃれな、はい、そして、うん、フロントもあるこんな感じですか。そうですね、はい、そして僕ちょっとそのレビューのやつ見ちゃったんですけど、うん、横に回ってってこう横かなりこうスポーティーにデザインするのにかなり工夫してるらしいですね。はい、なんかこのフェンダーのこのボンネットの厚み、うん、これをかなり薄くしてスポーティーに見せるとかっていう、うん、で先代モデル見たら結構先代モデルかなり薄くなってるんですね、はい、ここが。そうですね。でも先代のモデルは意外とこう高さがありますよね。ただボンネットの位置とフェンダーのこう高さが先代のモデルってすごいこう高いイメージが僕もあります、はいはいはい、このフェンダーのアーチから見るとね、その辺を相当薄くしてますもんね。でちょっとスポーティーに演出してるっていう、はい、でこれフェンダーが通り過ぎちゃうとこの隣にあるスーパーカーみたいに、はい、こうレーシングカーみたいになるという。そうですね、はい、だからデザインって本当に奥深いですけど本当によく作ってあるなっていう感じですよね、うん、はい、そしてなんかプラットフォームが新型になってガラッと変わってる、ガラッと変わってるということで、はい、なんかこのオーバーハングとかもかなり違うみたいですね。なんか A ピラーの付け根とホイールの距離がだいぶ伸びてるみたいですね。10センチぐらい伸びてるらしいですよ。そんなに。だからそれも比べたら結構随分、うん、そうですね。でちょっとこうなんかロングノーズっぽく、はいはい、見えてるみたいですね、はい、そしてもうなんか車高も純正なのに、はいはい、かっこよくなってますね。かっこいいですね、はい、そしてこれが22インチ、これファーストエディションの、うん、そうです。ファーストエディションは標準で装着されてついてるホイール、はい、でもうデザインもなんかすごいです、うん、これここ微妙に繋がってないんですね。そうなんですよ。なんかね、かっこいいというか、なんですかこれ。ちょっとおしゃれな、はい、そしてこのスポークの高さも違うんですね。そうなんですよ。こっち側が低くなってて、うん、ちょっとすごく立体的な。でこの天面もちょっとミラーポリッシュっぽい。そうですね。他の車であんまりないっすよね。なんかね、すごく不思議で、ここの線もまっすぐ平面じゃなくてこういう感じねじってますよね。ねじってるんですよ、うん、なんかもう車外でありそうな、ね、はい、もう純正でこんなおしゃれなホイール履いちゃうんだっていう。でもなんか昔のって言ったら欲しいですけど、結構前にこうタービンモチーフじゃないですけど、よくタービンホイール、タービンホイールなんて言われて羽形状してたのって、意外とこう空気を出すとか空気を取り入れるとかっていろいろデザインされてたじゃないですか。だからそんなイメージもありますよね。あ、なるほど。なんとなくそういうちょっと走りをイメージする感じのも取り入れてるんですか。そうですね、はい、そんな感じがします。
そしてもう22インチが普通に入っちゃってますからね、びっくりですよね。すごいよね。はい、これじゃあインチアップすると23とかになるってことですか。なりますね。かもしくは22インチでタイヤ流用してとかっていう、そういう選択なんですか。起きて24じゃないですか。でも入っちゃいそうですよね。入っちゃいそうです。そしてブレーキはなんかとてつもない、いやもう巨大ですね。なんかもううるすぐらいの、そうですそうです、なんか久しぶりに見ましたよね。巨大です本当に。すごいですね。これ6ポットですか。これは6ポットか、10じゃないですか。ピストン1,2,3,4,5多分。ごめんなさい、そうでした。だからそうそう、ローター当然でかいんですけど、ここのキャリパーのでかさすごい、凄まじいですね。はい、でちなみにこう白いのとかっていうのはこれ最初からなんですか。これ多分選べたんじゃないですかね。なるほど、うん、もうこの前の車だから、はい、この辺も色の指定ができるという。確かそんなかもしれないです。ファーストエディションだから白だったのか、ちょっとごめんなさい。私ももうこの前の車になるとあらゆるところがオーダーメイドできるんですね。そうなんですよ、はい、なのでちょっと後から乗ったものなのか最初のものなのか分からないですけど、うん、はい、まあ、白いキャリパーになってるという。そうですね、はい、そして横に回っていくと、これがファーストエディションの証というか、はい、そうです、ファーストエディションの専用エンブレムになってます。まあ、イギリスの国旗をモチーフとした、そうですね、はい、そうなのが数字の位置が入っている、はい、そしてこの辺のダクトもメッキの使い方がうまいです、はい、で W12 の、ね、はいはい、これ僕大好きなんですよ。ちょっと可愛い感じの、可愛い感じ、はい、ちょっとギャップが、はい、ギャップがすごいですけど。そうですね、ちょっと可愛らしいフォントの12が入ってて、はい、メッキのラインがこうずっと続いていくと、はい、でプレスラインもすごいですよね。なんかここにこう、そうなんですよ、自然に消えてって、そう、よくよく見るとで、もうサイドスカートもなんかもうサイドスカートっていうものがないじゃないですか。そうですね、もうボディ一体でデザインされてて、うん、はい、そしてやっぱりゴンチ GT って言ったらこのラインですよ、はい、そうですね、フェンダーのリアフェンダー、これって昔の、うん、あの形の車なんて言えばいいですかね。もうそれこそ何十年も前の、はい、ベントレーの車の形のこのリアフェンダーから継承してるらしいですよね。へえ、そうなんですね。昔のロールスロイスと一緒だった時代、はい、もうそれこそ70年前とか80年前ぐらいの、はい、あの辺の車のこうあるじゃないですか、クラシックカーの、はい、あのフェンダーラインらしいですよ。あ、そしてさっきなんかカメラマン情報によると、うん、なんか500度ぐらいかけて成形してる、うん、なんかちょっと特殊な成形方法のアルミ製のフェンダーらしいですよ。はあ、なるほど、すごいですよね。だから本当にこうプレスラインもえぐってあるし、すごいですよねこれね。ちょっとこれカメラじゃなかなか伝わらないかもしれないですけど、はい、ちょっと本当に普通じゃない。もう普通だったらフェンダーもこうじゃないですか。そうですね、それ一回えぐるっていう、うん、だから美しいフェンダーに。そうですね、そしてリアも同じ22インチが、うん、でリア側も本当にフロントについてておかしくないだろうっていうサイズの対向4ポットのキャリパーがついてます、うん、で後ろに回っていくと、これテールランプも随分スタイリッシュになりましたよね、はい、ちょっとシャープな印象 そうです。でフロントのヘッドライトの衣装にもちょっと近いような、うん、ちょっとこうクリスタルガラスみたいな、クリスタルガラスっぽく、はい、ちょっとそんなテールランプになってるっていう、うん、でマフラーカッターも大きいですね、はい、横長の、うん、これは塗ってるんでしたっけ。塗ってます。ペイントして細かい部分で、前もそうなんですけどメッキの部分をブラックアウトされてます。あ、このなるほど、少しメッキを消してるんですね。そうなんですよ、いろいろなところでメッキを消してるのでちょっとこう締まった感じ。多分なんか消した感がないですね。そうですよね、僕純正かと思ったんですもん、はい、でおそらくその例えばですけど同じツヤ感でそのボディに近い感じで塗るじゃないですか。だから統一感が出ますよね、うまく使えば。なるほどな、うん、逆に言うとその黒い部分が大きいのでテールレンズをもっとシャープに見せれる。でも極論言えば、例えばこういうところがメッキのグリルって車あるじゃないですか。ここボディと同色、これボディと同色ですけど当然ロングノーズに見えますし、ね、あ、なるほど、うん、その辺のさじ加減でいろいろ印象が変えられる。印象が変えられますね、はい、だからこうシャープに見えてくるイメージだと思います。でこれウイングというかここは出てくるタイプなんですね。そうです。なるほど、なんかちょっとスポーツカー要素もありつつ、うん、なんかそれを見せないですよね。そうですね、こんな感じですか。あ、そう、そしてもう一個僕として触れておきたいのは、はい、はい、急行が、あ、はい、初めてじゃないんで、はい、おーっていうのはないんですけど、はい、ちょっとこう開けると、はい、なんと急行もおしゃれっていう、はい、はい、
すごいですよ ね。ここまで手を抜かない、うん、素晴らしいです。あれこれ金属なんでしたっけ？違います、これ違いますよ、これはあの樹脂なんですけど。ですよね、はい、でも普通は素っ気ないやつじゃないですか、高級車でも大体、ね、はい、黒い樹脂のままとかなんで、この辺も抜かりないという、はい、はい、じゃあ続いて内装を見てみたいと思います。もう何といっても内装ですもんね。内装ですね、この車は。でちょっと内装行く前に、うん、窓枠もなんか黒くなってるんですね、うん、そうですね、ブラックアウトしてます。この辺も、はい、ちょっと窓がちっちゃく見えてちょっとスポーティーにですね、はい、そしてドアは当然どこでも止まるっていう、はいはい、そしてびっくりしたらここでも止まるんですね。お、すごいですね。結構いろんなこうどこでも止まるのあるんですけど、だいたいこの辺行くと勝手にしばしだったりするじゃないですか。そうですね、はい、どこでも止まるっていう、うん、はい、そして当然ソフトクローズも当たり前ですよね。当たり前です、全てついてるという、はい、はい、だからこれはキックオープンですか、ね、僕ごときが想像しするものはもう全部ついてるという、はいはい、そして中すごいです、もう全部レザー、はい、そしてレザーもいろいろ質ありますけど、はい、もう僕が知りうる限り多分、うん、一番いいやつじゃないかなっていうぐらい質のいいレザー、はい、パリッとしてます。そしてステッチなんかもめちゃめちゃおしゃれです。いいですね。ウッドもすごいですよね、このツヤと、はい、うん、これピアノブラックのパネルなんですか？ピアノブラックに近いですかね。なんかちょっと濃いめの黒の、うん、はいはい、パネルもついてて、うん、そしてこれがもうなんかダイヤモンドステッチを通り越した感じのデザインの、はいはい、レザーも、うん、同色系のちょっとこうステッチで四角く、はい、で白いステッチで、うん、でスイッチ類ももうすごいっすよね。すごいですね。もう絵に描いたような高級車、はいはい、メッキで、うん、そしてスピーカーがなんとネームじゃないですか。今回ネームですね。あれ、そのネームの1個下もあるんですよね。バング&オールです。バング、はい、でなんとこれだけで車が買えちゃうっていう、はい、金額ですね。とてつもないオーディオがついてる、ちなみに、はい、確かノーマルが650とか700ワットなんですよ。でバングが1500ぐらいだったと思います。でネームが2200だったかな、はい、のはずです。確かに普通にオーディオカーじゃないですか。そうですね、本当にさっきちょっとあの事前の下調べでちょっとオーディオ聞いちゃいましたけど、はい、うん、めちゃめちゃいい音しますね。いいですね、もうなんか全然違います。低音も全然違うし、はい、車のなんか剛性というか遮音性というかも高いんで、よくこう突き詰めてて、まあまあちょっとそれ後で言いましょうか。そうですね、はい、はい、ちょっと読みしすぎました、はい、そしてこの辺もファーストエディションの、そうです、はい、たるところっていう、そうです、スカフプレートです、ね、で光るベントレーのエンブレムもあって、シートももうめちゃめちゃ高級です。はい、そうですね、通常だとオプションの、あのコンフォートシートスペックというものがついております。で、調整範囲が細かい、あとはこういうところがクロームリングになってたりとか、あ、なるほど、はい、ちょっと見た目も豪華になってて、機能面も強化されてるっていう、その通りですね、はい、パンチングと、うん、はい、コンビのレザーと、はい、そうです、ちょっと乗ってみたいと思います。はい、いやー、もう超高級、最高です。最高ですよね、はい、もうシートがもう包み込まれる、はい、はい、本当にそういう形容詞がぴったりな、はい、いいですね、本当に包み込まれてます、はい、そして柔らかいんですけど柔らかすぎず、うん、そして服の上からでもこう高級なレザーを感じられるもう本当に火の打ち、はい、そうですよね、火の打ちどころがないシートです、はいはい、本当になんか高級なこうソファーに座ってるみたいな、うん、けどちゃんとこうしっかり体は支えられるようにこう、はい、ちゃんとサイドサポートとかも、そうですね、で調整の範囲もでか範囲どうこの前に調整のスイッチが豪華です。豪華ですね、スイッチがすごい当然あれですよね、うん、シートヒーターもベンチレーションも、はい、マッサージも、マッサージも、はい、もうその辺は全部ついてるという、そうです、そしてペダルもちゃんと B マークが、うん、はい、すごい、ちょっと僕足短いんでちょっと前に、はい、はい、だいぶ届かないんで、はい、よいしょ、あーもう最高です、はい、でステアリングももう高級感がすごいです、うん、コンビのレザーで、はいはい、ステッチもちょっとこうなんていうんですかバッテンの、うん、はい、普通こう1本でこうシュッ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 なんていうのが多いですけど、はい、これはクロスステッチになってますね、ちょっと高級バッグみたいな、あ、そうですね、はい、でエアバッグも、エアバッグちょっとちっちゃいと高級感ありますよね、はい、でちゃんとエアバッグもレザーが巻いてあるっていう、
ってベントレーのマーク入ってて、うん、でこの辺のザラザラの加工が素晴らしいです。これが全てなってるじゃないですか、ローレット触るところ全て全部なってるっていう、はいはい、素晴らしいですね。そしてそれがデザインにも取り込まれてて、はい、このエアコンの吹き出しとか、うん、はい、この辺もっすもんね。そうです、はい、宝石みたいです。すごいですね。で当然ダッシュも全部レザー、うん、はい、パネルも全部このウッドと、うん、でなんか翼をモチーフにしてこういう、そうですそうです、なんですよね、はい、ちょっとこうセンターコンソールからつながったデザインです、うん、そうです。先代はもう本当に分けてこうこうなってますね。完全にこういう形分かりやすかったですね、はい、そんなデザインになって、うん、そして真っ暗暗っていうことはフル液晶のタイプの、はいはい、この辺の最新の、はい、技術も、うん、はい、しっかりと入ってますね、入ってるっていう、はい、そして、うん、ちょっとこの辺行きましょうか、はいはい、この辺もベントレーの時計で、うん、もうめちゃめちゃ高級です、はいはい、こういうのもいいっすよね。もうなんかこういう一つ一つの動作とかこうスイッチの触り心地とかも違うんですよね。いやもう質感とかそのタッチの感覚とか普通の車じゃないですよね、はい、完全にもう全然違います。こうシュッてこう、そうですね、素晴らしいです、うん、でシフトノブもベントレーマークと、はいはい、レザーが巻いてあって、うん、はい、でこの辺もアルミの質感がちょっと、はいはい、取り入れられてて、うん、わあ、こういうとこですよ。こういうとこですよね。バカって開かないっていう。そうですね。はい、スーっていう。そして灰皿も、灰皿もめちゃめちゃ高級じゃないですか、これ。そうですね。わ、重い。重いですよ、あれ、これ高いんですよね。はい。全部、メッキです。そうです。最高です。はい。わあ。そして、アームレストの中は、うん、これだけでしたっけ？あ、マコンだけですね。はい、で、なんと、シガライターも、はいはい、ローレット加工っていう、はい、すごいですね。これだけでも多分部品で買ったら結構しますよ、ね、結構すると思いますよ、おそらく。もうだからなんか広いとか広くないとかそういう問題じゃないですよね。じゃないんですよね、はい、素晴らしい。じゃあちょっと肝心のここに行ってみますか。はい、はい、一回エンジンかけましょう、はい、スタートボタンここなんでポチッと、はいはい、あ、かけますか。はい、わー、最高です。はい、そしてモニターも大きいですね。先代って結構そのナビ問題いろいろあったじゃないですか。そうですね、はい、現行はもう何の心配もないっていう、はい、でちょっとその中身に行く前に、うん、くるっと回せんですよね。これ回せます。どれで回せんでしたっけ。これです。あ、スクリーンか。回しますよ。はい、わあ、それって何すか。方位磁石じゃないですか。なるほど。なんであるんですか。それしかも針が回るんじゃなくて、はい、外側が回るんですね。そうなんです、不思議な感じですよね。この辺もメモリの細かい、ちょっとブライトリングの時計みたいな、はいはい、ちょっとそういうメモリの細かさの。そうですよね、はい、そしてこの辺はもう本当に分かりやすい、ちょっと最近の車にしてはちょっとボタン多めですけど。そうですね、はい、ボタン多め、ボタンギラギラめみたいな。確かにここがすっごい好きなんですよ。ギラギラした感じが本当に絵に描いたような高級車ですね。土知ってました。なんすか。この、はい、ハンドルの裏側、え、ここもザラザラしてるんですか。マスカ本当だ。誰も気が付かないと思いますよ、はい、これはオーナーしか知り得ないです、ね、そうなんです。普通はなんかこういうところすごい嬉しいですよね。すごい、もうだから抜かりないですよね。抜かりないんですよ、完璧です。あ、素晴らしい。当然ハドルの裏側も、はい、はい、そういうところ全てがちょっと小ぶりですけど、はい、メッキのパドルのこの裏側 も車には合ったサイズですよね。見合ったサイズ。そうですね、そうですね、すごくいいですね、ちょっと主張しすぎない、はい、うん、わあ、うん、いいです、はい、でそしてちょっとオーディオちょっと触れておきましょうか。あ、そうですね、はい、ちょっと待ってね、ナビはもう今時のナビ、今時です。もうこれも十分使えますし、そうです、ね、カープレイも当然使えると。もちろんです、はい、で操作類は一通りこんな感じで必要なものが全部ついてると、はいはい、で130万円でしたっけ、40万円でしたっけ。120万円ぐらいです、はいはい、その辺細かく設定できて、さらになんかあの
ノイズリダクションとか、うん、はい、ロードノイズ打ち消すやつなんかもそうですついてるという、はいはい、うん、だからもう結構車のオーディオとかってそのオーディオを突き詰めてったらもう車で聞くのがもうちょっとそもそも分かってねえなみたいな言う方もいらっしゃるじゃないですか。結局その環境も狭いこの環境で、しかもスピーカーに向かって右側か左側かどっちか寄って座って、はい、でしかもロードノイズもあってじゃないですか。そうですね。でもその辺を可能な限り最高な音質で聞けるように、はいはい、そんなのもついてるという。ついてますね、はいはい、もうナビの使い心地も最高です。最高ですね、はいはい、いやすごい。そして安全装備なんかももうフルフルで、フルフルです、全部ついてるんですよね。はい、そうですね、はい、カメラ類とか、はいはい、センサー類、そうです、そうです。あのベントレーといえども、その辺ちょっとこう、パッケージのオプションにいろいろ設定されてるんですけど、この車は全部付きなので、360度カメラとか、センサー類すべてついております。まあ、その辺に ありそうなものはもう全部ついてると。そうですね、これないのっていうのはほぼないと。ほぼないですね。なるほど、はい、この辺は駐車のアシストですか、うん、これ。そうです、パーキングアシストですね、はい、この辺なんか、はい、うん、はい、もう全部ついてると、はい、パークディスタンスコントロール、はい、アイドリングストップオフ、これはリアウィング、あ、ウィングもここで上げたり下げたりできるんですね、はい、マニュアルモードでもできます。なるほど、はい、そしてこの辺がシートの、はい、シートヒーターと、はいはい、マッサージの、うん、はい、でシンクロのボタンもついてたりとか、はいはい、マッサージのボタンがここについてると。シートレールとかもだってちゃんとカバーされてるじゃないですか。そうなんですよ。っていうかレザー貼ってないですかこれ。そう、あ、レザー貼ってないか。貼ってない。ただこのけどちゃんとメッキのパーツがついてて、そう、先端はメッキになってるんですよ、メッキ、っていうかだいたいカーペットも普通の車よりなんかも全然質感いいですもん。全然質感違いますよ、全く、まあ、当たり前ですよ。でちょっとこの辺に小物入れがついてて、でステッチもちゃんと入ってて、はい、はい、でシートベルトはあれですよね、ドア閉めてどうぞって出してくれるやつですね。出してくれるやつです、はい、はい、ですね、素晴らしいです。こんな感じでしょうか、うん、そしてもう当然ピラーとかも全部レザーですね。全部レザーです。でルーフはルーフライナーはパンチング、パンチングで、バイザーも、はい、当然全部、うん、レザーじゃないっすね。ちょっとバイザーだけちょっと質感違いますけど、ここちゃんと全部レザーが、うん、でもなんかあるんですかね、あ、そういうことかな、うん、かもしれない。これなんかくっつかないようにしてるんじゃない、ペタッと。ああ、だから今さらっと出てきたもんね。確かにパリパリってなんないですもんね、貼り付いて。そう、なんかそういうの考えてるんじゃないかな、多分。なるほど、うん、そんなのもついてて、はい、はい、素晴らしい。ああ、この触れるとつくやつですよね。そうです。そして今回の車はドラレコとレーダー、はい、はい、最近もついててほしいですよね、この辺は。そうですね、はい、特にドラレコは、うん、やっぱりどんだけ安全装備がついてても、はいはい、こうぶつけられちゃうなんてこともありますから。そうなんですよ、はい、いろいろありますからね、まあ、つけておいてもらった方がいいものも最初からついてると、はい、安心ですね、ついてる方が。いやちょっとここで小1時間過ごしていいですかね。いい、そんな感じですよね本当に、はい、もう最高です、うん、ちょっと後ろもちょっと乗ってみていいでしょうか。はい、乗りましょう、はい、ちょっとじゃあ後ろの座席も乗ってみたいと思います。はい。あ、もう当然の電動で。当たり前ですね。はい。はい、ちょっと靴靴脱いでもいいですかって、そんな感じなんですけど、ちょっと、はい。はい。撮影終わったら全部クリーニングしますんで。はい。はい。うわ、後ろも意外に快適じゃないですか。フロントのシートを前目にしないとダメでしょうけど。はい。ちゃんと座れましたね。いや、僕の座高だったらいけます。はい。あ、ダメだ、後ろに下がっちゃうやつ。あ、そう、はい、そうちょっとこの足元に関しては正直スペース全然ないですけど、やべ、はい、やべえとかやめてください、はいはい、足元とあとルーフに関しては全然スペースは正直ないですけど、こんな感じで。あ、これ意外と3人乗れるね、楽にね。そうですね、あれここきつくないですよ、僕ちっちゃいんで。あ、だから僕が運転してれば足短いから、こう、はい、全然もっといけますそしてこうお尻がこう何ですか、沈み込むみたいな。そうですよね、うん、で、あの前の1個前のコンチネンタル GT とここの角度が全然違うから普通に座れます。全然意外に
まあ、長時間快適かって言ったらちょっといやもう、はい、あれですけど、これで1時間ぐらいだったら全然平気ですね。全然耐えられますよね、うん、はい。そして後ろもドリンクホルダーとシガーと、はいはい、あれこれがあ USB が、はいはい、通常の USB ですね。そうですがついてると、はいはい、後ろもしっかり高級な、はい、ついてると、はい、これもあなるほどついてると、まあ、当然未使用なんですけど、はいはい、ついてます。もう高級感がすごいですね。すごいです。改めそしてここがあトランクスルーになってるんですか。そうこれ鍵がついてるんですよ。これちゃんとあそうなんですか。そうへえ、うん、これ普通にカバーされてるだけ。本当だ、うん、外せば丸ごとポロッと取れちゃうんですよ。そうなんですよ。へえすごい。そんな、うん、リアシートです。はい、はい、あ後ろのこの部分も全部レザーなんですね。あ、はい、ですねここね。で正直後方の視界に関しては、はいはい、もうスーパーカー並みの、うんはい、狭さです。そうですね、いやでも後ろの座席のこの普通に座れちゃう感はちょっとびっくりしました。びっくりですね、はいはい、改めて。あそしてこんなところにちょっとイルミネーションもついてて、はいはい、で当然パワーウィンドウもついてて、うんはいはい、いいですね。素晴らしいです、うん、素晴らしいです、はい、あそうかこっちでできるんですもん。そうそうそう僕の足の短さで言うと、はいまあ、このぐらいなんで。あ全然全然座れますね。僕も足短いんで全然楽勝です、はい、これでこんな感じでいけます。全然快適です。はい、室内空間広くなってるんですね。そうですね、うん、あのここのあのいいですかあの、はい、いちいち言って何ですかローレット加工が。えあここもちゃんとザラザラになってますなってますね。すごいしっかりと。すごい、あすごいな。いやもう恐れ入りましたこれは、はいはい、いちいちすごいですね。すごいですいやなんかもうイギリスの本当に車作りって本当に改めてすごいなと思いますよね。なんかヨーロッパドイツのチューナーがそのイギリス車の作りを見てこう感銘を受けてチューナー結構やってる。マンソリーなんかまさにそうらしくって。あそうですか。だからマンソリーあベントレー前回僕見て、はい、マンソリーみたいですねっていうポンコツコメントしたんですけど、うんうんうん、逆らしいですね。あなるほど。イギリス車の作りを見てマンソリーはああいうこの車作りらしいですよ。はだからもうイギリス車 の, この徹底した作り込みはやっぱりちょっと本当にすごいですよね。もうすごもう語彙力がなくてすごいしか出てこないですけど本当にすごい。なんかあの分かります。こう高級車とかスポーツカーとか大衆車とかいろいろ違いがあるんでしょうけど、そこのなんていうんですか、その立ち位置に合ったそれなりにしっかり作り込んでいくってことですよ ね, そうですね、うん、本当に素晴らしいです。いや素晴らしいと思います。ちょっとじゃあトランクも見てみたいと思います。トランクは相変わらずのこれを押すタイプで、はい、そうですね。あと、はい、これキックオープンもついてます、ね、あついてるんですか。ついてるんですよ。なるほど。やってみますか。やってみましょう。あやってみましょう。じゃあちょっとじゃあ足で開けてみたいと思います。ああはい、もう100点です、はい、バッチリです。そしてトランクは、うん、まずまずの広さっていう感じで、まずまず。ただ左右はかなりえぐってあるんで。そうですね、まあ、ゴルフバッグとかはいけちゃいそうですね。はい、いけると思います。ただし先代のクーペ、同じクーペモデルに比べて若干奥行きがちょっと狭まってるのかなって感じしますね。あ、なるほど。その分室内空間が広がったのかもしれないですね。なるほど、うん、でも十分です。で全部カバーもされて全部、はいカーペットというか貼られております、はい、そうですね、すべて。そしてこの辺、うん、100円ショット、はい、はい、この下もちょっとあるんですかね。ちょっとあります。よいしょ。あ、なるほど。バッテリーと、バッテリーと、はいはい、パンク修理キットと。そうです、はい、あとはロックナット、ロックナット、その辺が入ってると。はい、そうですね。そして当然電動でしまって、うん、優しく閉まると。優しい、はい、すいません、僕前回の SA と結構優しく閉まりますねって言ったんですけど、上には上がいましたね、はい、こんなに優しく閉まるんですね。あえでもあそうか、優しいですか SA。 優しくないですか。
もう普通かなという僕は、はい、ベンツは割とバタンですよね。そうですね、最後の締まり際がガンと落ちちゃうんで。でも確かにこういうところ取ってもメーカーとか車車種で全然違うんですね。違いますね。これでも相当改善されましたよ。あ、そうなんですか。もうひどかったんですよ、船体だとガンガンガン。そうですか、引っかかってるみたいに。なるほど。本当皆さんに壊れてるって言われるんですけど、それがもう新車からの正常の動きなんで、ぎこちなんですね。まあ、いろいろそういう細かいところも進化していってる。はい、かなり改良されてます。じゃあ続いてボンネット見てみたいんですけど、その前にこちらのお車、はい、ボンネットをなんか交換されてるってことで。そうなんです、この現車今回入荷したお車はボンネット交換をされてる車です。ちょっとボンネットが傷ついてしまったので、この平面の部分なんでパテを入れたり塗装した時に後でこうボケて見える、なんかこうムラになって見えるのが嫌なので、前オーナー様がそのボンネットだけ、ディーラーで変えてます。まあ、パテを盛る量にもよりますけど、結構そのパテ目が出ちゃったりする可能性も将来的になくないんで。そうですね、まあ、しっかり直すっていう意味で、はい、全部交換して全部やってるという、はい、なんで事故なんかで交換したものではないということで。違います。なんで交換の経緯とどこでやったかっていうのを明確に私ども捉えてますので、全部はっきりしてる。はい、そうです、大丈夫です。ご安心して乗っていただけるんじゃないかな。はい、はい、そしてじゃあ早速開けてみたいと思います。あれ、これどうやって開けるんですか。あ、これです、大丈夫です。はい、大丈夫です、はい。じゃーん、出ました W12、はいはい、もうすごいです。ギッチギチ詰まってますね。そう、奥行きこそはちっちゃいですけどね。そうですね、ここびっくりするぐらいちっちゃいですよね、はい、本当にちっちゃいです。結局そのピストンがこう交互に並んでるんで、はい、まあ、ここの長さはないですけど、そうですね、横幅とか結構あるんで、はい、でなんかそのデザインでその言ってたんですけど、その、うん、ここの距離は伸びてるんですけど、結局エンジンの搭載後ろにできないから、はい、フロントミッドにはならなかったっていう。そうです、はい、もうすごいです。そしてここから絞り出される馬力がなんと600馬力オーバーっていう、はい、だ本当にスーパーカー並みの性能ですよね。本当そうですよね。0-100も3秒台ですもんね。そうです。だからもうそれを見せないですよね、なんか、うん、まさかそんなに速いなんてみたいな。で、四駆のシステム自体もその前後のトルク配分のセッティングとか、今回のこっち新型現行になった時に相当改良されてるんですよ。なんか基本 FR なんですね。そうなんです、その通りなんです。基本 FR で確か、マックスで62:38ぐらい、はい、64ぐらいの割合にしか移動しないです。初代がもう完全50:50のそうですフルタイム四駆で。そうです、そうです。で2代目で64ぐらいの常時の四駆に基本が寄せてきて、そうです。で現行に至っては基本 FR、 そうです。で必要に応じてフロントに配分する、はい、そうですね、最大 40% 近くにまで配分すると。じゃあ結構中身ガラッと変わってるんですね。相当変わってます。その辺じゃあ走りにもかなり影響してそうです。全然違うと思います。でプラットフォームもなんか今回変えて、はい、そうです、ポルシェとなんか共通の、はい、パラメーラと共通のプラットフォームにしてるってことですね。なんでまあ、うん、その衣装とかはかなり継承してるんですけど、はい、中身がかなりガラッと変えてきてる、はい、そうですね。そしてこの辺の補強なんかももうすごいですね。すごいですね。もうなんかそういうスポーツモデルの補強じゃないですか。本当そうですよ。高級車の補強じゃないですよね。本当ですね。もうガチガチに補強して、で普通こうやって補強すればするほど、まあ、土方さんよく言いますけど、そう他にこう逃げていくじゃないですか、はい。で他のとこで結局受け止められないと意味がない。そうですね。だからこの分だからちゃんと他のとこでも受け止められて足もちゃんと動くようになって、最後こうタイヤで逃がすっていう。そうですね。そういう設計になってるっていう、うん、素晴らしいと思います。そして美しいですよね、もうこの辺のレイアウトとか、ね、このインテークのこの辺も、うん、そしてキャップも、はい、これアルミの、はい、B マークの入ったキャップになってるという。すごいです。もうすごいですよね、かっこいいですよね。そしてこの辺6リッター、はい、もう時代を逆行するかのような大排気量。これ次どうなっちゃうんですかね。どうなりますかね。さすがにダウンサイジングですかね。うん、されると思いますね。多分もしかするとその、まあ、僕らが言うことじゃないですけど、ベントレーの中心が4リッターになっちゃう可能性もなくはないですよね。ちょっと寂しいですけどね。あとは生産台数のバランスで。そうなんですよ、まあ、メーカーとしてその生産台数少ない車であれば、うん、ちょっとその緩いとは言わないですけど、そうですね、ちょっとその大排気量が残っていく可能性もあるんですけど、なくはないですよね。まあでもこの辺乗るのはもしかしたら最後になっちゃうかもしれないですよね。はい、可能性ありますね。そして話はちょっと戻っちゃうんですけど、ボンネット、はい、うん、裏側もやっぱりバッチリ、はい、直してあるんですね。はい、これはもう
ベントレーモータースジャパンのステッカーも貼って、はい、これ言われないと分からないレベルで、そうです、完全修理が全く問題ないです、なされてるんですね、はい、これディーラー修理ですか。そうですよ、ディーラーさんで修理してます。なるほど、きっちりやってます。だからこの辺のコーションプレートなんかも、はいはい、全部復元されてて、そうです、はい、新車と同じ状態になってますね。これ裏側もすごいですね、そうすると、はい、だって普通の車裏側クリア塗らないじゃないですか。そうですね、綺麗に塗ってます。クリア塗ってしかも研いでますよね、これ、はい、隙ないっすね。ね、もう車種名は言わないですけど、某国産車なんかもう塗らないじゃないですか、はい、電着塗装のまんま、そのまんまです。でなんかその見えないとこだし、うん、その台数がとにかく生産台数が多いんで、はい、そのここのだけ塗らないにしても年間のその台数でいくとものすごいその環境、そうコストも下げられるし環境負荷も下げられるっていうんで、はい、うん、塗らないなんていう国産車もあるんですけど、はい、やっぱりその辺は手を抜かないというか、あのどっちが先でどういう建前か分かんないですけど、環境環境って言われてしまうと僕らもじゃあ致し方ないねと思いますけど、やっぱ車に見合ってない場合ってちょっとがっかりポイントじゃないですか。それって言ってることは分かるんですけど、本当に環境だけの問題なのかなって、コストありきなんじゃないかなってちょっと僕は思ってしまいます。だから結構その塗らないのはその国産車でも割と不評だったっていう、まあ、確かに見えないところではあるんですけど、でまあ当然この辺はしっかりしっかりというか、もうこんな裏側クリア拭いて研いでる車なんか見たことないですけど。そうですね、その辺の作り込みもさすがですよね。そう、僕そのさっき話に戻りますけど、このエンジンすごく好きなんですけど、本来であればこういう高級車なんで大きいカバーでなんとなくエンジンの、ね、いつも言いますけどマニホールドのデザインを模したカバーで隠すじゃないですか。そうですね、それをベントレー隠さないんですよ。確かに見せるエンジンなんで、それがすごいと思います。ここがもうそういう風になってますからね。なってますよね、なってます。綺麗に作ってるんで、もうエンジン自体を綺麗にデザインしてるっていうのが僕大好きです。はい、素晴らしいです、うん、はい、じゃあ続いて店頭周りを見てみたいと思います。お願いします。スモールです。これスモールですかね、はい、両側光る感じですね。そしてロービームをつけると、これちょうど下のところですね、 LED のライトがつくタイプです。そしてハイビームはその上がつく感じでしょうか。でウインカーは外側のランプが色が変わって光るのと、ドアミラーの端が光ります。こんな感じでしょうか。はい、じゃあ続いてリアも見てみたいと思います。でスモールはもうどこが光ってるって言えばいいのか分かりません。はい、外側前でも一応光ってるんですかね。そしてブレーキ踏むとそれが明るくなって、あとはリアガラスの上がハイマウントで光ります。そしてバックは真ん中が小さく光ります。でウインカーはこのスモールの内側ですねが丸く光るのと、バックフォグが同じく真ん中が小さく光る感じです。ありがとうございます。じゃあ続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。ありがとうございます。土方さん、いいですか、いろいろ言いたいです。はい、ヘッドライトがまずめちゃくちゃ綺麗。綺麗ですよね、はい、もうなんかカタログ詐欺じゃないですね、本当に。だいたい普通の今時でもないですけど、うん、結構その車のカタログってこうヘッドライトこう、はい、わざと青くこう光ってるところをこう写真撮って綺麗っぽく見せるじゃないですか、はい、そうですね。この車普通に、いやもう普通に綺麗です。キラッキラっすね。キラッキラです、はい、めちゃくちゃかっこいいです。だ夜対向車で走ってくると分かりますよ。確かにこれはちょっともう普通の車じゃないなっていうのはすぐ分かります ね, 分かりますね、うん、高速で後ろとか疲れたらもう一瞬で分かりますね、はい、そしてマフラーが意外になんかこうか軽やかというか、まあ、重みはあるんですけど、はい、なんかこうスムーズに回ってんなっていうのが、うん、そうですね、はい、ちょっと分かりづらいんですけど今コンフォートとスポーツにしてみました。なんかちょっと違うかなと思う。少し音質がなんとなくね、はいはい、重点音が本当に なんて形容すればいいんですかね、うん、ジェントルなんですけど、うん、こうちゃんとこう重みというか重力感もあって力強さはありますよね。なんかこうドロドロ言ってたりとか、はい、パンパン言ってたりとかっていうのは一切ないないですね。本当になんか、はい、精巧な機械が回ってんなっていう、そうですね、
すごい、すごいとしてます、はい、じゃあよろしくお願いします。はい、お願いします。すみません、僕は SD カードを忘れたばっかりに、うん、デカカメラでデカカメラをこうプルプルしながらこう、はい、申し訳ございません。はい、とんでもないです。ただこうデカカメラの方がちょっと画質はいいんで、はい、はい、うわー、もう最高のインテリア、最高ですね。なんだろうな、これなんすか。だからパワーウィンドウの動く動作音がすごい静かなんですよね。わざとしてあるんでしょうけど、ていうかガラスもこの二重のあれですもんね。そう、 すごいですよね。メーターはフル液晶ですけど、はい、はい、ちょっとこれちょっとビュー変えてみましょうか。これナビも出るんで。あ、そうなんですか。そうなんですよ、アウディ系のバーチャルコックピット的な使い方も。そう、これで、あ、ていうかカメラもバッチリじゃないですか。でしょ。あ、っていうかカメラ全部、はい、全方向、はい、だから360度ですよこれ、はあ、しかも360度で、しかもこの前もだって全ただの前方と、はい、パノラマフロントとパノラマリアと、はい、全部ついてるという、はい、あ、でメーターはちゃんと、そう、はい、で今タコメーター映ってるじゃないですか、はい、これビューで、あ、デカをできるんですよ。あ、なるほど、はい、だ普通に走ってる時はこれで、あとこちらはメディア出してもいいですし、はい、はい、っていうこともできます。お客様お似合いですよ。ありがとうございますもう超スムーズ、はい、はい、乗り心地なんかふわふわ系かと思いきや割としっかりしてますね。しっかりしてますよ、はい、はい、意外と引き締まった足なんですよ、はい、ベントレーってだってあれですもんね、うん、レースなんかも結構昔、そうなんです、ですよね、はい、名を馳せてたんですもんね、うん、どっちかっていうと、はい、なんとなくなコンセプトってスポーツカー寄りなんでしょうね。ロールスよりちょっとスポーツカーテイストですよね。あのロールスと比べるともう全く違うと思います。ですよね、はい、全然ロールスもその2ドアの車とかって作ってますけど、はい、やっぱりベントレーのテイストは違います。コンチ GT みたいなのかな。うわ、怖くないですかちょっと怖いでしょ。あのちょっとあの放送禁止用語のとこがヒュンってしました。はいヒュン、あのちょっとジェットコースターの落ちる時みたいにこう、はい、なんとかタイムってこう無重力の、はい、ちょっと G がもう完全にこう、はい、後ろの方向に行っちゃってましたね。すごい。あんなほんの一瞬ですよ、1秒か2秒吹かしただけで。怖いでしょこれ。強烈なんですよ今回のベントレーは。半端じゃないですね。半端じゃないです、全然違うんですよ。しかも FR 基本が FR セッティングじゃないですか、はい、だからなんていうんですか、加速感が半端ないんですよ。すごい、はい、蹴っ飛ばされてる感がすごいですね。そう後ろから蹴っ飛ばされてますね。そう、今までは意外と前かきだったんで、はいはい、あの引っ張られる感だったんですけど、はい、今はもう押される感じがあるんですよ、はい、なのでびっくりします。踏んだ瞬間にこの形、あの3型ベントレーコンチ GT はこの高級感もすごい。この高級で高級感で2トンオーバーの車があの動きをして飛んでくっていう、すごいですよねもう本当に非日常もいいとこですよね。いいとこです。だ当然あの一般道でやっちゃダメですよ、はい、やっちゃダメですけど、用意どんでやったらこうもう完全に踏み切れるんで。そうですね、スーパーカーと普通に走れますよ。一緒に走れます。全然走れます。でも走らないという。そうですね、はいはい、涼しい顔して。そうです、はい、ヒュイーって感じですね。もう本当すごいスイスイーって感じです。これはいいっすよ。やっぱりちょっといいっすよ。ある一定の価格を超えるともうもはや車じゃないっすね。これはもう別の乗り物です、はいはい、でなんかここの高さがそんなにないのと、はい、すごくここがまっすぐなので、はい、ガラスの面積が大して広くないのに、そうなんですよ。視界性めちゃめちゃ、視界めちゃめちゃいいっすよね。いいですよね。びっくりしますよ。そうなんですよ。こんなにフロントガラス寝てて、うん、上下がないのに、うん、視界めちゃめちゃいいんですよ。そうなんですよ。不思議ですよね。で、ミラーはこのちょっと大きめなミラーのおかげで、はい。はい、ものすごいいいです。サイドミラーの、ドアミラーの視認性が大きいんで。すごい。うん。ちょっと
この回僕は市場はいいです。あ、そうなんですか。ちょっと高級すぎて、はいはい、なんか今路面も工事中でちょっと荒れてるところですけど、はい、このバタバタ感バタバタ感がないですよね。ないっすね。そうなんですよ、はい、荒れた路面走ってるのは分かりますけど、はい、すごく落ち着いてます。動きが好感が持てますね。これはすごい。はい、ちょっと本当になんか、ちょっとこうロールスとこうまた分かれて、はい、どっちかっていうとロールスロイスの方がなんか分かりやすい高級な感じになってません？なってますね、はい、でちょっとベントレーってこう知る人ぞ知るじゃないけど、はい、ちょっと車好き、まあ、でもあんまり僕の勝手なイメージですよ、はいはい、車好きの人がなんかこうちょっとこう支持するみたいな、うん、はい、イメージありますけど、はい、すごいですね。こっちも、うん、こっちもというかベントレーも、いやベントレーはベントレーですごいと思いますね、はい、僕は両方すごい、うん、これが一緒だった時ってどうだったんですかね。どうなんですかね。だから全くこう感覚違うものとして作らないと、はい、どうなんですかね。一時一緒だったわけですもんね。はい、一緒ですね、うん、1980年でしたっけ、90年でしたっけ、あ、98年かな、はい、まで一緒だったんですよね。そうですね、までという言い方でいいのかどうかなのか。最初はもともと別なんですか。もともと別ですよ、全く別です。が一緒になって、はい、でまた別れて。そうです。だからその一緒になった時のイメージが皆さんこう強くて、同じなりプラットフォームだったりとか同じエンジンだったりで、スポーツテイストがベントレーで高級サルーンがロールスなんでしょって言われるんですけど、メーカーとして全く違う車なんで、だからどっちか近寄りとかどっちに似てるとかそういう概念ではないって僕は思ってますね。全く違うと僕は捉えてます。高級グランドツーリングカーっていうんですかね、もう飛ばさないですよ。日本はそういうとこじゃないんで、ただ本気で飛ばすのだったら相当なスピードレンジで飛ばせますですよね。はい、巡航速度半端ないと思いますよこの車、はい、これはすごい。だって300キロオーバーですもんね、はい、最高速、はい、うん、ちょっとドイツのアウトバーンとかでこう馬車で走ってみたいですね。走ってみたいです、はい、いやでもちょっとその片鱗は味わえますよ。そうですね、はいはい、雰囲気は、うん、はい、だからは初めて初代コンチネンタル GT 乗った時もやっぱり同じ感覚で、その当時ってやっぱりベントレーでこんな巨体というか四駆積んでるしエンジンでかいし重いじゃないですか。だから大した加速じゃないんだろうなって思いながら踏み込んでいった時にびっくりしましたね。これも2トンオーバーの加速じゃないですよね。じゃないですね、全然違います。怖いですよ本当に。スーパースポーツの加速。そうですね、はい、これすごい、うん、いやいいな。なんかこういろんなことに気遣って運転しづらくなってしまうっていう気持ちがある、はい、そのままその気持ちでスーパーカー乗るぐらいだったら、はい、コンチ GT 乗る方がよっぽどいいと思います。確かに、はい、フェラーリとかランボルギーニがダメって意味じゃないですよ、はい、人それぞれなんで。いや僕実は一回コンチ GT 乗っていいよって言われて、はい、まあ、それ動画にも載ってるんですけど、はい、乗って、ええ、高速プーって走ったんですけど、はい、さすがにそのお客様の車だし、うん、ふわーなんて踏まないし、そうですね、はい、ふわーっと乗って、はい、あーこれが300キロ出るんだって感じだったんですけど、はい、これすごい。でも絶対出ますよ。出ますね、これは出ます。出ます。ここにこの、うん、何ですか、温度計でしょ、はい、で方位磁石でしょ、はい、ストップ位置でしょ、はい、なんでこの3つが並んでるんですか。なんでなんですかね。調べといてもらっていいですか。なんか、まあ、でもストップ位置はなんとなく分かります。なんとなくもう分かります、はい、残りの2つなんで、ね、このメーターの3連にした意味が僕分かんなくて。アメリカもあれなんですかね。アメリカって必ずあれなんですよね、東西南北で移動なんですよね。どこどこ通りを北へみたいな。あ、だからアメ車って必ずその方位磁石というかその方位を目指ついてるんですよね。なるほど、はい、分かりやすい。もしかしたらそれかもしれないです。アメ車とかこの辺にこうメーターとかに E とか S とか。ああ、なるほど、はい、どこどこ通りを北にみたいな。ああ、
外気温はちょっとこんなにおしゃれにする必要があったのかなっていう、はい、いやなんか僕はどうせだったら、はい、ここって、はい、個人的な感情ですよ。油温だったり、ああ、はい、なるほど、ターボのブーストだったり、あの G メーターだったり、いやそれこそそんなベントリーにいらないだろうって言われたらそれまでなんですけど、なんかそんなの待っていいのかなっていう、なるほど、なんとなく思っちゃいました。でもそれを気にせず300キロオーバーが出せる車なんじゃないですか、うん、あそうですそうです、うわーもう、うわー危ない危ない、はい、危ないです。でどこまでも加速しそうで危ないです。飛んでっちゃいますねこれ、はいそれがスムーズなんで怖いです。いやもう本当欲しいです、僕欲しいです大事なことなので2回言いましたね、はい、はい、欲しいです。でも本当にうちのその商品車両であればもう即納だし、はいはい、しかも今あれですよね、便乗してこう宣伝しちゃいますけど、はい、あの下取りキャンペーンで、その通り、はいはい、それもだってこの手の価格の車で言ったらかなり効いてこないですか。いや相当ですよ。ですよね、はい、はい、なんで通常ね 2.9 なんで、 2.9 も割と安いんですよね。いやあの安いと思うんですよ、はい、あの私ども専業店からすれば、でそれをさらに 1.9 と、すごい、はい、1.9 ですよ、素晴らしい、はい、どうでしょう。そして下取り何でもいいんですよね。何でもいいでしょう、はいはい、僕これその、その話を、はい、別のカーズのスタッフから聞いて、はい、それってもし例えば、うん、もうボロボロの、中古車とか買ってこられて、はい、それ持ち込まれたらどうするのって言ったんですけど、はい、いやそれでもやりますよって。だって下取りですから下取り差別なしで、もちろんどんな車でも、どんな車でも、はい、でもそしたら本当に無理やりでも車買ってきて下取り入れた方が得になっちゃいますよね、はい、でも本当そうだと思います。だ極端なことを言えば下取りの価格が残念ながら0円だとしても下取りありなんで、はい、1.9% になると、もちろんもちろんもちろんなります、はい、素晴らしいです、素晴らしい、はいはい、本当こういう機会を逃しちゃいけませんね。でも1000万級の車になると本当にだってその 0. 何パーとかでかなり変わってくるじゃないですか、最終の支払い金額が相当変わります。ですよね、はい、うん、それが即納で、はいはい、現車も確認できて、そうです、はい、もうゴリゴリの宣伝ですけどなんか売ってる僕らが言うとね単なるあれですけど、でも冷静に考えてお得ですよね。そうですね、金利が安いっていうのは、はい、だって本当にローンによっては本当に 10% 近いところなんかもありますね。ですよね、 今でも普通の中古車屋さんで当たり前のように 6%、7%、8% っていうところもあるので、そういうところから比べていただければ、まあもう金利は完全にもう無駄というかお客様にとってメリットのない部分ですから、そうなんですよ、はい、安いというか金利が低いに越したことないですから、ね、そうなんです、うん、で意外と車屋さんあるあるで、はい、車屋さん的にはやっぱり輸入車の車屋さんで働いてたらやっぱり輸入車乗ってた方がいいじゃないですか、はい、そうですね、だからやっぱりベンツ系ってやっぱり多くなるんですよ、はいはい、それはこの整備性の良さだったり、はい、メンテナンスのなんていうんですか、地方行っても万が一の時でもデーラーに飛び込みやすいっていうのと、そういうことを度外視して高級車で何か乗りたいかというとやっぱりベントレーとかレンジローバー乗りたいんですよ、みんな。そうですね、車屋さんって多いでしょ、だから乗ってる方羨ましいですね。特にじゃあ現行はおすすめですか、土方さん的に。そうですね、ご予算が許す方であれば絶対乗ってほしいです、はい、なるほど、はい、僕みたいな予算がない人間は買えないですけど、はい、でもやっぱりこう、はい、乗ってほしいし味わってほしいなっていう、素直にそう思います。なるほど、はい、いやこれはでも本当に高いですけどそれだけの価値ありますよ、うん、あると思いますね。僕みたいな素人が見ても分かりますこれは、はいはい、いやもうちょっと助手席、今回助手席でしたけどもう楽しかったです、はいはい、楽しいですよね。楽しいです、はい、これさっきツッチーとこう、はい、ピアノブラックなのかなって僕も言ってたけど、こうなんか違く見えない。ちょっと違いますね。そうなんですよ、なんかね不思議なんですよこれ。これね現物見てほしいんですよ、このなんていうんですか、スモークというかなんていうんですか、はい、これちょっと不思議な感じのパネルですね、はい、ツートンの。で土方さん毎回聞いてるんですけど、はい、この車いじれ
るんですよね。いじれますもちろん。もちろんいじれます。はい、意外や意外この手の車なのに、はい、結構いろいろできるんですよね。できますできます。エアロもありますし。もちろん。はい。はい、エアロと言ったらもうマンソリー。マンソリーですよ。はい。はい、フルでマンソリー。通称フルマンが。フルマンができるという。そうですね。はい、そして他にもスターテックって言ってブラバスの姉妹ブランドで、はい、その辺なんかでエアロくもなんか、はい、意外とバリエーション豊かでいじり方も。あのうちのお客様ではやっぱりこううちが一押しのアメタンを入れていただいたりとか、なるほど、エアロマンソにつけたりとかそういう方が、はい、多い。まあ、ホイールもチューナーものからそうですいろいろありますんで、はい、だとはもう思い切ってラッピングしちゃうなんてことも、だからもう全然ありですよね。つい先日あの大阪店でこれをマットブラックにしちゃうなんていう、はい、とんでもないカスタムもありましたけど、悪いですね、はい、いろんなことが本当できますんで、はい、さらにかっこよく、うん、なりますね、はい、することもできますんでお気軽にご相談くださいませ、はいはい、というわけで今回はボンドカーズ東京よりベントレーコンチネンタル GT ファーストエディションをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。